でこの私の結婚式にあんたがいるのよ。一体どこから入り込んだのよ、この娘眼鏡が。え？そのダサすぎる黒縁メガネに覚えがあるわ。あんた高校でクラスが一緒だった。あの陰キャブスのミキでしょ。確かに高校時代の子は何人か招待してるけどね。あんたなんて招待してないのよ。ちょっと待って、ゆうこちゃん。私はただ、陰キャブスが軽率に私の名前呼んでんじゃないわよ。高校時代のことは忘れたの？カースト上位の私とあんたは住む世界が違うの。私のことはゆうこ様って呼べって教えたよね。え？ほら、高校の時みたいにも私を呼べよ。そしてどうやって私の結婚式に忍び込んだのか教えなさい。私はゆうこ様の新郎の姉ですよ。だからこの結婚式場にいるんです。はぁ、あ、あんたがゆうたくんの姉ですって。なのに急に昔みたいに私を陰キャブス扱いするなんて、さすがにひどいよ。ちょっと待ちなさいよ。あんたが彼の姉なわけないでしょ。お姉さんと結婚式前にすでに一度お会いしてるのよ。なんか顔合わせでしっかり挨拶してるんだからね。そこそこ顔が整っていて、陰キャブスのあんたとは真逆の人だったわ。それが実は私なの。あの時は今日と違ってコンタクトをかけていたから、だから気づかなかったんじゃないかな。なんですって？私はすぐに、弟の婚約者がゆうこちゃんだって気づいたよ。でもゆうこちゃんは、はじめましてって、初対面かのように振る舞っていたじゃない。だから、昔のことは秘密にしておってことなのかなって、そう空気を読んで合わせてあげただけなのに。いや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 、そんなの絶対にありえないから。あのお姉さんがあんただなんて絶対にありえない。え、適当なこと言って紛れ込もうとしてんじゃないわよ、このブス。この私の結婚式にあんたはいていい人じゃないの。そんな、式直前にほんとに迷惑だわ。陰キャブスが何しに来たのよ。どこから入り込んだのか知らないけど。ブスメガネはとっとと帰る。俺もお姉さんと帰るよ。え、せっかく弟の晴れ姿を姉ちゃんに見せてあげたっていうのに、これってどういうことなんだよ、ゆうこちゃん。え、弟ってもしかして、ゆうたくん？姉ちゃんがなんだか浮かない顔してるから何かと思えば、なんなんだよ、この LINE のやりとりは。どういうことか説明してもらおうか。待って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 、ちょっと待って、これどうなってるの？弟とか姉ちゃんとか、まさか本当にあのミキがゆうたくんのお姉さんなの？どうなってるのか聞きたいのは俺の方だよ。姉ちゃんのことは、両家顔合わせの時紹介しただろ。だってその時はコンタクトだったんだもん。全然昔の面影なんてなかったし、まさかそんなお姉さんがあのミキだって思わなかったもん。今思えば、両家顔合わせの日から姉ちゃんがおかしかったんだよね。俺たちの結婚話を避けてるっていうか、気まずそうな顔をするっていうか。でもこれでどういうことか分かったよ。弟の婚約者が学生時代に自分をバカにしていた同級生なんて、そんなの姉ちゃんからしたら複雑な気持ちになって当然だよな。そんなバカにしていたなんて、陰キャブスってのは全然そういうのじゃないんだって。私たちの友情はちょっと周りから見たら独特っていうかさ。言い訳なんて聞きたくない。今日の結婚式は今すぐに中止だ。なんですって？当然だろ。家族を傷つけた人と結婚なんてできるかよ。高校時代の姉ちゃんは日に日に暗く塞い込んでいく毎日で、家族も心配していたんだ。でもまさかその元凶がゆうこちゃんだったとはな。そんな、待てよゆうたくん、あくまで昔の話じゃない。高校の時のことはお姉さんにもちゃんと謝るからさ。だから結婚式を中止するかなんて言わないで。今日のために友達も両親も親戚もみんな集まってくれているのよ。ごめんね、俺も無理だ。この状況で永遠の愛なんて誓えない。そんな、それじゃあ中止のことをみんなに伝えてくるよ。今後のことは後日改めて話し合おう。どうしてくれるのよ。あんたのせいで結婚式は中止。そして今日正式に結婚の話も白紙になったじゃない。話し合いお疲れ様。結局そうなったんだね。あんたが早く教えてくれていれば、そしたらこんなことにはならなかったのよ。私はちゃんと教えたじゃない。でもゆうこちゃんが全く聞く耳を持たなかっただけでしょ。うるせえ、このインキャブス。ゆうたくんの姉だからって調子に乗ってんじゃないわよ。この状況でまだ私をインキャブス扱いするんだね。黙れブス。あんたなんて一生インキャブス扱いよ。あんたのせいで結婚が中止になったんだから当然でしょ。そんな、
いいえ、私は今回のことを絶対に許さないんだからね。あんたのことは一生恨んでやるし、呪ってやる。私の人生をめちゃくちゃにしたことを後悔させてやるんだからね。え？いつか絶対に復讐してやる。あんたが幸せな人生を送ろうとしたら徹底的に妨害してやるからな。そのことを一生覚えていなさいよ。インキャバスの記者に結婚おめでとう。まさか今日の結婚式の新婦があんただったとはね。え？あの憧れの先輩の結婚相手がインキャバスと驚きだわ。同姓同名の人かと思っていたのに、まさか王人だったとは。こんな偶然であるものなのね。ちょっと待って、この式場にゆうこちゃんも来ているの？実は私、新郎の大輔さんと同じ職場で働いているの。同じ部署の直属の部下なんだよね。え？ゆうこちゃんが大輔さんの部下？大輔先輩には日頃からとてもお世話になっているわ。なんだったら大輔になる先輩に、密かに思いを寄せていて。え？その先輩が社内で結婚報告をした時はとても悲しかったわ。ねえ、もう優秀で素敵な先輩がハイドに選んだ人だから、きっと私よりも綺麗で素敵な人に違いないって素直に諦めたの。けどまさかその新婦があんただったとは。これなら余裕で私に勝ち目があげそうね。ちょっと待ってよ。まさかだけど、私から大輔さんを奪うとか考えてないよね。そんなやぶなことはしないわよ。でも先輩が自ら私を選んでしまうのは仕方がないわよね。はい？例えばあんたの最低な報酬を知った愛情がつくて、そんな時にきっと先輩は私のことを思い出すはずよ。優秀で愛嬌が良くて、あんたのことにも数十倍も可愛い私のことをね。そしてきっとすぐに私に乗り換えてくれるはず。そんなことは絶対にありえないわ。それに私の最低な報酬って一体何よ。忘れたとは言わせないわ。あんたは私の結婚を台無しにしたことがあるじゃない。え？大輔先輩に思いっきりチクってやるわ。この女が私の結婚をぶち壊した前科者ですってね。むしろ自分が悪いのに私のことを逆恨みして結婚式を白紙にしたって。そう先輩にチクってやる。はぁ？そしたらきっと大輔先輩はあんたにとんみき。すぐにあんたみたいな女を捨てて私を恨んでくれるはずよ。ちょっと待ってよ。ゆうこちゃんまさかそれ本気で言ってるの？私を止めようとしても無駄だからね。これは私の結婚を台無しにした天罰よ。次は私があんたの結婚を中止に追い込んでやる。そしてあわよくば、私が先輩と結婚してやるんだから。結婚できないし、人生終わるよ。はぁ？だから悪いこと言わないからおとなしくしてよ、ゆうこちゃん。職場の先輩の結婚式で揉め事なんて、きっと会社での立場はなくなるよ。何言ってるのよ。私は大輔先輩を守るためにいかに新婦が性悪い女かを教えてあげるの。それで会社の立場は悪くなるわけないじゃない。え？ゆうか、その後は先輩の結婚して寿退社すればいいんだし、そもそも会社での立場とかまあ、どうでもいいから。え？先輩何も言われたくないからって慌てて私を止めようとしているのね。でも残念でした。大輔先輩には今すぐ全部ぶちまけてやるんだから。だからそんなの意味ないんだってば。大輔さんならもう全部知ってるよ。だからお願い本当にやめて。結婚式前に変な揉め事を起こさないで。全部知ってるってどういうこと？だから、ゆうこちゃんと私の弟の結婚式は中止になったことだよ。そしてその理由に私があることも、私とゆうこちゃんの高校時代の関係も全部大輔さんは知ってるよ。何ですって？いや、結婚全体に交際しているんだもの。隠すようなことじゃないし、普通に話すでしょ？でも、それならおかしいでしょ？あんたは人の結婚式をぶち壊すような女なのよ。なのに大輔先輩はあんたと結婚することを決めたってわけ？うん。なんだったらゆうこちゃんの結婚式中止は褒められたよ。きっと遅から早かれトラブルに発展したはずだって。だったら結婚前に親族になる前に隠しになってよかったねーって。なんだよ、それありえないでしょ。なんで先輩があんたなんかの肩を持つの？あんたは陰キャブスで人の結婚ぶち壊す昭和の女なのに。ゆうこちゃん、わかったわ。あんた自分の都合のいいように先輩に説明していたんでしょ。え？
そうよ、絶対そうに決まってるわ。だってあんたみたいな陰キャはさ、そういうのが得意だものね。自分だけが被害者ずらして周りの同情を買うのが上手そうだものね。よーし、こうなったら私が真実を説明し直してやる。私はそんなことしてない。事実をそのまま伝えただけよ。そうだわ、せっかくだし、あんたの高校時代のことも教えてあげようかしら。いかに陰キャブスだったのか、いかにクラスの底辺だったのか、それも教えてあげたら絶対にあんたの愛は冷めるはず。そして今日の結婚式は、即中止になるはずよ。ちょっと、ゆうこちゃん、一旦落ち着いて。私のことを恨む気持ちはわかるけど、でもだからってこんなのひどいよ。無理やり人の結婚式をぶち壊そうとしないでよ。うるさい、このインケブスが。私より格下の底辺ブスが、偉そうに指図してんじゃないわよ。ゆうこちゃん。私はあんたのせいで結婚が白紙になったのよ。だったらあんたも結婚白紙にならないとずるいじゃない。あんただけ先に幸せになるとか、そんなの絶対に許さないんだから。そんな、先輩にあんたらのダサい黒縁メガネ姿の写真を見せてやる。そしたらきっとすぐにあんたに幻滅するはずよ。そしてあんたは結婚式直前にメニメニ彼に捨てられるんだから。あんたの正体を知った時の先輩の顔が今からとっても楽しみだわ。私の学生時代なら彼はとっくに知ってるよ。なんなら当時同じ学校にいたじゃない。え、その時の教育実習生が大輔さんだよ。毎日毎日ゆうこちゃんからひどい暴言を浴びせられて、せっかくの授業の時なんて騒ぎまくってまともに授業をさせてあげなかったよね。大輔さん、それでもう教員になる心が折れて普通に就職したんだって。ちょっと待って、嘘でしょ。あの陰キャ実習生が大輔先輩だったの。だから当時の私のことは十分知ってるよ。ゆうこちゃんが説明するまでもないくらいにね。そんな嘘でしょ、ありえない。また変わらず全然違うじゃない。大学卒業をきっかけにコンタクトにしたんだって。それ以外は特に何も変わっていないと思うけど。ゆうこちゃんってメガネの有無で人を判断してるんだね。待って、一応確認したいんだけどさ、大輔先輩は後輩の私のことに気づいているの？私は高校の時のあの生意気な生徒だってこと。うん、知ってるよ。入社当時から気づいてたみたい。その後自分の部下になった時は絶望したって言ってるし。なんですって？なのに大輔さんってすごいよね。ゆうこちゃんが気づいていないのをいいことに、ずっと知らないふりして仕事仲間として接してきたんだもん。私なら絶対に態度に出しちゃうから無理だよ。どうしよう。大輔先輩が憧れの先輩が、まさかあの時の実習生だったなんて。そんな私たちの結婚式だから、もう落ち着いて座っていられないよね。もしよかったら式前にこのまま帰ってもいいよ。なんだったら私も大輔さんもその方が助かるし。え？式場出口は西側です。ではどうぞお足元に気をつけてお帰りくださいね。てだよ、この陰キャズルーだもが、まさか嫌がらせでこんなことをするとはね。え？今日いきなり私に異動の命令を下ったわ。しかも遠方の超田舎部署に。これって事実上の左遷よね。よくも陰キャどもで手を組んでこんな汚い真似を。昔ちょっといじっただけなのに今更ひどいじゃない。落ち着いて、ゆうこちゃん。嫌がらせの移動命令なんて、そんなの私と彼にできるわけないでしょ。じゃ、どうしてこのタイミングで左遷なのよ。絶対におかしいわ。タイミングはたまたまじゃないかな。それに移動のことは彼から聞いてるけど、ただゆうこちゃんの日頃の態度が原因だっていうだけじゃない。ああ、私が原因ですって。相変わらずターゲットを見つけては嫌がらせしているようだね。化粧が下手だの、私服がダサいだの、ひどいの悪装をつけて後輩ビってるって聞いたわよ。だからそれを上にまとめて報告されて処分が下ったんでしょ。私はビってなんかいない。ブスにはブスって言っただけ。それと面倒な仕事をちょっと押し付けただけじゃない。それを嫌がらせって言うんだよ、ゆうこちゃん。そんなこともわからないの？何よ、陰キャどもが結託して私嫌がらせをしやがって。あんたたちみたいなのが私にこんなことをしていいと思ってるの？私はあんたたちと違ってカースト上位の勝ち組なのよ。カーストって、そんなの何の意味もないし、高校生ならまだしも、今社会人でしょ。なのに未だにそんなことにこだわってるの？何よ、その見下すような雰囲気は。カースト上位にもなれない陰キャのくせに、ちょっと私よりも先に結婚したくなって調子に乗るなよ。もうゆうこちゃんには何を言っても無駄ないよね。
とっとと地方に飛ばされてしまった方がいいと思う。ゆうこちゃんにはそれしか言えないよ。何ですって！左遷先で一度ちゃんと自分と向き合った方がいいよ。じゃないとゆうこちゃんはずっと独り身のまま、結婚なんてできないだろうし。なんなら友達も失うよ。それじゃ、元気でね。少しでもゆうこちゃんがまともな人になることを私たち夫婦は願ってるね。その後ゆうこちゃんは地方の田舎支店に移動し、大輔さんの働く部署には平和が訪れたようです。そしてゆうこちゃんの移動先は完全個人プレイで作業を進める人がほとんどのようで、協調性といった雰囲気は一切ないんだとか。しかしそんな空気にもめげずに、自称陽気として大きな態度で過ごしていたようですが、仕事もできない者はここではカースト下位です。死後は一切禁止で作業に集中してくださいと移動先の部長に一刀両断。他の人たちからも仕事をできない無能扱いで見下される日々らしく、今では人は変わったかのように静かに、そして地味な人になっているそうです。